水谷勝利氏は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、日立国下建藩書大藩主。天文十一年、水谷治持ちの次男として誕生。永六九年、兄、政村と共に、結城春友に従って、上杉謙信と戦った。永六十二年、政村の隠居により、家督を継いだ。天正十三年には、 兄と共に下谷国殿野城を攻略して、下付方面にも勢力を広げた。小田原征伐後、結城氏の寄力木大名となる。なお、この時、春友の養子に徳川家康の次男、秀康を迎える話が出た際には、正村と家康の間に、かねて信仰があったことから、勝利氏が徳川氏との交渉に加わっている。文禄元年からの文禄。 慶長の役においては、非全国名古屋城に駐留した。慶長5年の関ヶ原の戦いにおいては、皆川広照の重邸に当たるという経緯から東軍に組した。この時、古、勝隆が西軍に人質として捕らえかけられている。戦後、下野において佐竹義信を牽制した功績を称されて、所領を安堵され、秀康が、 越前国北の省に転放されると正式な独立大名となった。代わりに、老い、章教が秀康に仕え、越前違法に従っている。慶長11年6月3日、死去。去年65、あと、長男、勝隆が継いだ。ありがとうございます。